ナオトパセン、行くぜ。ああ、チェンジソール、セット、レッツゴーオン。タイルファイヤー、仮面ライダー技術に、うん、まずその決まる前にどういう風にこれ経緯で決まったのかっていうのをちょっと伺ってもいいですか。いやー、これが本当いろんな話があってな。はい、最初はタイムレンジャーの当時助監督のチーフやってた、はい、まあ技術のパイロットの監督中澤さん、中澤監督からのそのご指名みたいな。うん、一つ聞きたいです。はい、質問。これは、はい、やす君、視聴者の方からも質問あったんですけれども、はい、ギャラゴに変身することは最初から決まってたんですか。最初に幸せに夏、8月の中旬とかかな、出演することが決まって、はい、でそこに中澤さん、その当時タイムレンジャーで一緒にやってた、その、まあ、技術のメイン監督の中澤さんがいて、はい、わー久しぶりーみたいに、新宿に久しぶりーみたいな感じになって、でもその時ってまだ9月の頭にその技術はオンエアなんで、はいはい、全く情報俺ないし、台本もまだもらってなかったので、はい、これどういう、確かに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 、まあ、とりあえずヒロインのお父さん役、僕も何もわからないって監督に言われてああわからないって、まあ、そんな感じ、まあまあまあ、中澤監督そんな感じ言いますよね。でも新次君分かってくれるよね、その感じって言われて、あ、わかりましたそういう感じだったんですか。全く本当に、だから変身するかもしれない、変身するんです、ごめんごめんごめん、変身するとは言い切れない、うん、血吐いて死ぬかもしれないし、なんとも言えない。え、じゃあ変身することって決まってなかったんですか、最初。決まってない。うわー、マジで熱い、これは全く決まってない。だから変身するかもしれないしって言われたらこっちピクってなるじゃない。なりますね。するんですかってこっちが聞いたら、ね、あーって、機械させちゃいけないと思ったんじゃない、うん、ごめんごめんって、何も決まってないから、血吐いてすぐに死ぬかもしれないからって言われて、あーって、まあまあまあ、決まったってなった時の心境を教えてください。タイムレンジャーの時のスタッフさんが技術の現場にいるわけですよ。あ、そうなんですか。もうずっとお世話になった助監督さんとかがずっと待っていて、スタッフさんとかいて、シンジ君が変身しないわけないじゃん、変身させてやるよ、マジ熱い、いいな、言ってくれる。マジっすかそうなんですか、ね、どれぐらいのパワーバランスかどうかもわからないけど、あっつって、もう そういう気分でいるけど、まあいつまでたってもどん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 こじれていく父親だったんですよ。確かに。どうなの？そしたら変身させるよって言ってくれてた人が、はあ、結局なんか新宿も変身しなそうだしなみたいな、そんな時ことをパッて言われて、あ、こっちは何も知らないから、あ、そっか。でもある時に本当に唐突に現場行った時に、周りのスタッフさんから変身ポーズ考えておいてねって、まだ台本ももらってない。あれ、変身ポーズって自分で考えるんですね。でもなんかその杉谷さんとほんと 2,3 日前にその技術ファイナルで会った時には全部考えてくれたらしい。うん、なるほど、なんとなくは。だって現場に来て、え、どうしたらいいんですかって俺がもし言ったら、こうですっていう、で監督からもこういうイメージっていうのも全部そのアクション監督の藤田さんにもみんなに伝えてたらしいんだけど、でも笠原さん多分やってくるぞって思ってくれてたらしい。それはいい意味で。なるほど。それは嬉しかったし、でも俺も真剣に考えてたから時間なかったけど。いやでもなんか変身を見た時にね、その後は結構タイムファイヤー味があるんですよ、結構動いたりまして、でも変身する時にちょっと変身、うん、かっこいいんだよなこれがかしげてみた。これなんでかしげたんですか、これ。いやそれはさ、
ね、23年前にタイムファイヤーやって、もう YouTube とかいろんなもので一生残るもんだって思ったし、はい、そうですね、変身シーン来たぞと、はい、どうしよう、あれって決められてはなかったんですか、変身シーンの段取りはあるよ、はい、それはそのバックルと、はい、そのベルトの、そのやらなきゃいけないことっていう段取りは、はい、めちゃめちゃあって、俺はもうファイヤーって言うだけだったから簡単だったのに、確かに、うわめっちゃ段取りあるなみたいな、はい、大変だったけど、はい、どうですか、でもその仮面ライダーに変身するってどんな気分なんですか。俺は仮面ライダーに今でもなりたいんで、あ、羨ましくてしょうがないです、本当にだよね、はい、やばいよね、やばいですね、やばいよね、やばいです、あ、どうしてやろうかってやっぱり思ったし、でも本当めっちゃ忙しい時だったから本当はもっと考えたかったんだけど、でも本当にもう朝起きてパッて鏡の前に風呂上がりに立った時に、はい、もうすっぱだかで、はい、これかなこれかなすっぱだかでやってたんですか、これかなこれかなってその時間しか考える時間なくて、マジ変身するって決まってからその撮影に行くまでっていうのが1週間もなかった気がして、その時間はでも本当もセリフに追われてて、他の現場の、はい、やっぱり喋らなきゃいけなかったから、もうそっちでグワーってやつで、なかなか考える時間なかったんだけど、はい、でもポーズはこれ一生残るしなっていう、こだわりたいっていうか思い入れもあるからめちゃめちゃ考えて、でもなんか自分を前に出したくなかったっていうのもあったりとか。なるほど、え、やっぱそれタイムファイヤーのこともやっぱ頭に重なりますか。全くなかった。ないんですか。全くタイムファイヤーなんて全くなかった。仮面ライダー技術の中でどういうふうにそのナーゴの娘のね、はい、ネオンのナーゴのお父さんが変身するっていうところだから、はい、で同じ猫かっていうことはもう台本で分かってたので、はい、そうですよね、っていうことは猫なんだろう、はい、でその時分かってたのは、まあ後から変わるんだけど、はい、その娘の変身ポーズもこうやって変身ってこうやってやるのが、はいはいはい、そのユナちゃん、星野ユナちゃんが演じる、はい、こういうあれだったんだけど、はい、こっから考えようと思って、はい、でもこれを親父、俺がやったら気持ち悪いなって、まず爪を出そう、おー、なるほど、で、カメラに対して正面切ってこれで爪出して、うん、で、やっぱこれ前出して、引いて、はすんだろう、おー、だいぶ変わりますね、なんかで、はい、これが、まあ1個、はい、ポーズだなっていうのは決めて現場に行って、確かにこれとこれを全部全然違いますもんね、でもこっから派生しない限り、ね、猫化から派生しないとそれは品が、なるほど、下品になっちゃうんじゃないかなとかっていう思いがあったから、そっから絶対逸脱してはいけないって、だからファイヤーなんてやろうと思ってなくて、でも杉原監督がこうギューってやってグッグッてやったところを一発目くださいって、はい、これはちょっとファンサーだと思ってやってくださいってなるほどね、でそのカメラもそういうふうに、はい、でカメラマンさんも多分当時のあれを見て松村さんのあのパンアップ をやってくれてっていうのがあって始まって、はい、で自分で考えたやつをパチンパチンってこうやって、そこからギューってやって、まあ思いがあるっていう、その娘に対しての思いっていうものを思えば叶うっていうものを台本の中であったので、それをなんか変身ポーズに取り入れたくて、はい、ギューって願ってバチッてやって変身って言ってこれにして、でそれで僕は終わってたんですよ、はい、そしたらスーツアクターのその僕のギャグを演じてくれる直田さんが、はい、いやもう一個あってもアクション監督の藤田さんに、はい、もう一個あってもいいんじゃないかな、で藤田さんもえってもう一癖つけるのっていう話、その輪に僕はいたので、だったら、はい、提案させてもらって、その杉原さんからこれがあったので、はい、なるほど、最後ファイヤーで締めた方が綺麗かもしれないって言って、突然バシッ最後これをやって、はい、これってギャバンなんですよ。あ、そうですか。シャリバンもこれ一回やりますもんね。ギャバンとかシャリバンとかもね。ああ、はい、バチって。でもこれを やって終わったらさ、あ、それですって言って、そういう風になって、
でもタイムレンジャーのこれも、俺のその6番目の選手を取るときに、お前をどう取ったらいいんだみたいな、ポーズ、お前なんか思うことあんのかって言われて、あのギャランつけるし、そこから乗着好きでしたっつって、やってみろっつって、覚えてるの、いや、うる覚えですけどみたいな、こんな感じだったし、おそれいいなっつって、やってこいって言って、ブルーバック変身バンクのやつをバシッてやったら、で1回取って、で武田さんが松原さんっつって、松原さん大丈夫っつった、松原さんがちょっと苦虫噛み殺した。それがタイムファイヤーのバンク変身、うわマジで、ラールギャバンの真似なんですよ。やばマジっすか、うん、うわ熱っ、うん、それがギャーゴにもちょっと、そうで、ザ・サイロだがそれやって、マジで、そしたら今中学校のそのユーチュ中学生の YouTube で跳ねてる、はい、ひき肉くんに、はいはい、ひき肉くんがだからこれツイートしましたもんね、乗ってやろうと思ってうわそれでか、すごい話だなこれで、それをドライで披露したらこっちでっていうふうに結果的になった。うーん、でそこにまあ杉原さんの監督のアイディアと、まあ縄田さんとかあの藤田さんの付け足しみたいなのがあって、あのポーズが出来上がったっていうだけで、そう秘話だな、これはすごい秘話だ。あ、ちなみにタイムファイヤーってファイヤーじゃないですか、はい、終わりが、はい、で僕実はゴーカイジャーに出た時に、ゴーカイジャーのメンバーとしてもしかしたら次どうですかみたいに言われた時に、俺実は名乗り考えてきたんだよっつって、マッハ前回ゴーカイファイヤーってやってるんですけど、タイムファイヤーから取らせていただきました。そうなんだ、12年越しに言わせていただきました、本当にありがとうございます。っていうかこれを言いたいがためにもちょっと笠原さんも呼ばせていただいたもあります。で、その時もタイムファイヤーを認識してたの？もちろんです。だから実はシンジ君にはその時は知らないけれども、実は僕の中ではもうずっと知っていた方とのコラボだから、二言目でコラボしてくださいっていうのはそういうことなんです。なんかその直人っていうのはすごく達也に対していいなって思ってる部分とか、憧れてる部分とか、嫉妬してる部分、自分に持ってない部分っていうのを自分には持ってないからこそ地位を得て、それを超えてやろう、なのにこいつはなんでそれをしてるんだっていうのが直人の中の心の葛藤だったりとかしたから、ちょっと悟空とベジータに似てると思うんですよね。そのことよ、すごく分かりやすいかも。だから古原君だってさ、あ、ごめん、はい、安だってさ、はい、なんならさ、もう直人な経緯というか人生の初期というか、はい、歩んでるわけじゃない。ありがとう、知ってくれてるんですよね、ありがとうございます。多分一番子供っぽいって思うんじゃない、直人を見てて。いや、お前甘いよって思う。そう、大人ぶってるんだけれども直人が一番子供ですね。はい、安から見たら多分あっていう、でも一番感情移入しにくいキャラクターだと思う。いや、あの反骨精神とかでもすごく分かります。なぜかというと、何も持ってないところから始まって、何も持ってないからこそ自分が上に行きたいっていう気持ち、野望だったりだとか、でも持っても結局はレールから弾かれるんだっていう、その切なさだったり虚しさだったりだとか。なるほど、 YouTube に誘ってくるゴリゴリ感とか直人っぽいよねそこに対しては絶対逃がさねえぞ逃がさないですね俺は浅見会長になってるみたいなでもね、その達也のそのセリフで、自分の明日ぐらい自分で決めるみたいなセリフがあったと思うんですけど、それはすごい好きなセリフで、ね、いいセリフ。なんかやっぱりそういう風になりたいなっていう風に。そう、タイムレンジャーって実はロンダーズとの戦いじゃなくて歴史との戦いだったりとかするんですよね。そうで、その決められた歴史の中で達也がいかにもがいて、で自分で切り開いていくかっていうのがすごい見どころだったりとかするんですよ。で、歴史の中では決められてるんだけれども、達也はそれを塗り替えたりとかしてるっていう、すごい自分の要は未来を切り開く力があるやつで、お父さんも死ぬ予定だったんだけども死ななかったりだとか、だからそういった意味でタイムレンジャーっていうのは自分で未来を切り開けるよっていう、すごくいい作品だったと俺は思うんですよね。だからこそ直人には
死んでほしくなかったっていう思いがある反面、直人が死ぬを画策したのは笠原さんと安子さんっていうところがなんかすごい俺はもう切ない。でもなんか必然だった気が、20年経ってもやっぱりそれで良かったんじゃないか。俺がそんなことを提案してしまったからって1ミリも思わない思わないですか。やっぱあれしかなかったんじゃないかなって思ってますね。でも確かに直人が死ぬことによって、そのね、直人のブレスを持って、うん、V コマンダーを持って達也が戦うシーンっていうのはものすごく良かったし、熱く感じたし、だからそれは直人が死ななかったらなかったことなのかなっていうふうに思いました。はい、ということで今回は長々と本当にありがとうございました。ありがとうございました。ということで今日のゲストはですね、はいはい、こちらタイヤ滝さんの大丈夫なのこの笠原慎さんでした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。タイムファイヤーファイヤー。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。